皆さんこんにちは。育成から這い上がり、将来を渇望され、多くの選手から愛されていた中日ドラゴンズ所属、不屈の投手木下雄介選手。しかし2021年8月3日現役中に亡くなってしまいました。享年27歳でした。この訃報は中日ファンをはじめ多くのファンに悲しみを与えてしまい、球界関係者や選手も悲しみに包まれました。あれから早いもので約2年経ちますが、実は木下選手の奥さんである茜さんと中日球団の確執が浮き彫りになっており、先日茜さんは SNS で球団を批判し大きな話題となっています。確執の原因は木下選手の訃報に関することなのですが、一体両者の間で何があったのでしょうか。そこで今回は木下選手の奥さんである茜さん含む家族と中日球団の確執についてご紹介していきます。2016年に育成選手ドラフト1位で中日に入団した木下選手、2017年はひたすら2軍で投げ、台湾で開催された2017年のアジアウィンターベースボールリーグにも参加、課題を明白にし2018年シーズン中に支配下登録されることを目標に向けて努力を重ねます。そして目標通り2018年の開幕前に支配下選手登録を勝ち取ります。同年の4月15日に又吉克樹選手に代わって出場登録され、対横浜 DeNA ベイスターズ戦の8回に登板し三者凡退に抑えて公式戦デビュー。しかし2019年はわずか5試合の登板に、しかもシーズン中に父親が交通事故で亡くなるという不幸にも見舞われますが、親父は仕事は絶対に休むなと言っていたんです。だから試合に出てから戻りますと父親の約束を守り試合に出場するなど強い精神力を見せていました。2020年にはキャンプ中に怪我をし復帰に時間がかかりますが、7月17日の2軍戦で実戦復帰登板を果たし最速152キロを記録。1軍昇格後9月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で2点リードの延長10回裏に登板した際、1回を無失点に抑えプロ初セーブを挙げます。そして2021年はオープン戦から無双状態で勝ちパターン入り確実だったのですが、試合中に悲劇が。なんとボールを投じた際に脱臼してしまい、このまま降板。その後4月9日に大阪市内の病院で右肩前方脱臼修復術を受け、さらに検査の段階で担当医らが総合的に判断し合わせて右肘内側側副靭帯再建手術も行われます。トミー・ジョン手術は復帰まで約1年かかるため2021年シーズン中の復帰は絶望的となりましたが、独立から這い上がった精神力は誰もが認めており、すぐに復帰して勝ちパターンとして活躍してくれるだろうとファンは信じていました。しかし結果的に木下選手は帰ってきませんでした。2021年7月6日9時半頃、復帰に向けたリハビリに取り組んでいた最中の名古屋球場で練習の休憩中に息苦しさを訴え突然倒れてしまいます。意識を失い心肺停止の状態となり、トレーナーによる自動体外式除細動器での処置後も意識は戻らず、11時半頃に名古屋市内の病院に救急搬送。7月28日に第一報を伝えたデイリー新潮の記事によれば、練習場でかなり力の入った激しい運動をしている最中に倒れ、先に心臓周辺に問題が発生し、その影響が脳に及んで人工呼吸器を外すこともできない重篤な状態に陥っていたと球団関係者が話していました。翌7日には豊明市内の病院へ転院し治療を続けます。倒れる約1週間前の6月28日に球団の親会社である中日新聞社の職域接種を利用し1回目の新型コロナウイルスワクチン接種を受けていたとされますが、接種との因果関係は不明とされ、政府閣僚の記者会見でも言及されることはありませんでした。木下選手の状況は前日の新潮のほか同月29日にスポーツニッポンでも伝えられ、この時点で病状は予断を許さない状況になっていました。しかし意識は回復することなく同年8月3日に死去。死因は発表当初は家族の意向により非公表とされました。死去は3日後の8月6日のスポーツニッポンで第一報が伝えられ、同日取材に応じた球団代表の加藤博之さんは詳細な病状などを早く伝えなかった理由として家族の意向があったことを挙げています。訃報後の8月8日の中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズのエキシビションマッチでは球団旗が長旗になり、チーム全員が左肩に喪章をつけて試合前に両球団が黙祷しました。
中日側ベンチ内には木下選手が来ていた。背番号98のユニフォームが掲げられ、また中日先発投手の小笠原慎之介選手は木下選手の登場曲である湘南の風の黄金ソウルをこの日限定で登場曲に使用しました。そして9月5日の1軍 DeNA 戦とファーム阪神タイガース戦で追悼試合が行われ、監督、コーチ、選手全員が背番号98の特別ユニフォームを着用。バンテリンドームのマウンドには98が施され、試合前にはバックスクリーンに木下選手の雄姿を振り返った映像が流されました。その後、木下選手の親族と監督の与田剛監督、選手代表の大野雄大選手、柳裕也選手、木下拓也選手、京田陽太選手がマウンドに喧嘩を行いました。喧嘩後は黙祷が捧げられ、木下選手の長女と長男が始球式を行い、始球式後は木下選手の登場曲黄金ソウルが流れる中、木下選手の子供2人が中日ナインとハイタッチを交わしました。またファームでは木下選手の兄が始球式を行いました。なお一軍の対戦相手 DeNA ナインも山崎康晃選手の発案で帽子などに98を記して試合に臨んでいます。突然の別れで悲しみに暮れた中日ナインとファンたち、そして親族の方々。あれから2年が経過しましたが、実はこの木下選手が亡くなった原因について妻の茜さんをはじめとした親族の方と中日球団が揉めているというのです。2022年7月7日に発行された週刊新潮にて、木下さんの遺族と球団側との話し合いに争いが起きていると報じています。その内容が、球団側は遺族に500万円の弔慰金を提示して全てを納めようとした。しかし球団の選手が結んでいる統一契約に基づくと、試合や練習中などの稼働中による死亡事故が起きた場合、球団は5000万円の保証金を選手の相続人に支払う義務があるという。つまり木下投手の死が練習に直接起因したものと認められれば、500万円ではなく5000万円の保証金が支払われるはずである。しかし球団側は保証金の規定を家族に通知しておらず、遺族が保証金の存在を知っても球団は練習と心肺停止との因果関係が証明できないと保証金の支払いを拒んでいるというのだというもの。球団は練習と心肺停止との因果関係が証明できないと保証金の支払いを拒んでいるようですが、ワクチン接種後に激しい運動を行ったために副反応の心筋炎が起きた可能性が高いと言われています。実際ワクチンを接種すると心筋炎や心膜炎になる人がいるというのは本当ですか、という質問に対し、新型コロナワクチン接種後、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎になったという報告がなされています。そのため因果関係を完全に否定はできない状況ですが、練習と心肺停止の因果関係が完全に証明されなければ統一契約に基づく5000万円の保証金の支払いは難しく、このあたりで揉めているようです。それから1年経ちましたが、この件で未だに揉めているということを、先日茜さんが木下選手のインスタグラムを通じて現状について記載された内容を投稿。そこでは、球団関係者とは弁護士を通じてしか話せてないこと、話したいこと、聞きたいことがあるのに弁護士を通してるためまともにやり取りができていないこと、それゆえに精神的に追い詰められていることを告白。さらに木下選手が倒れた際にすぐに救急車を呼ばなかったことにも球団に問い詰めたそうですが、救急車を呼ぶ必要がなかったと回答されたことも明かしています。茜さんからすれば、納得のいく回答と対応が欲しいだけなのに球団が全く取り合ってくれないというのが現状のようです。当然ながら情報が全て表に出ているわけではないので、一概にどちらが正しい云々の話はできませんが、未だに解決できていないのはどうしても引っかかります。訃報から2年経っても親族を苦しめ続けている形となっている中日球団、できるのなら改めてちゃんとした話し合いの席を設けてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。